アンゴラ全面独立民族同盟。アンゴラ全面独立民族同盟。アンゴラ全面独立民族同盟。略称 UNITA、UNITA は、1966年、アンゴラで結成された、旧反政府武装組織、政党。アンゴラ内戦の当事者。創始者、初代議長は、ジョナス・サビンビ。現議長は、イサイアス・サマクバ。 アンゴラ独立戦争の最中の1964年、コンゴ族部族主義的な体質の強かった、アンゴラ国民解放戦線、FNLA のジョナス・サビンビは、FNLA を援助していた中華人民共和国で、軍事訓練を受け、1966年3月に、アンゴラに帰国した後に、FNLA から離れて、オビン軍図族,族を中心としたポルトガルからの独立を、目指した、武装組織として、 同様に中国で軍事訓練を受けたと共に設立し、UNITA は中国等からの援助を受けていたが、ソビエト連邦やキューバが支援するアンゴラ解放人民運動のように、ポルトガル植民地政府との戦いに参加しようとはせず、独立戦争期はおおむね兵力温存に努めていた。さらにはアンゴラ解放運動が鎮圧された場合に備え、 ポルトガルの秘密警察との協力関係も築き、MPLA に関する情報を植民地政府に流すことで同政府からの直接的な攻撃を受けずに済んでいた。ところが1975年11月11日にアンゴラは MPLA 主導のもとでアンゴラ人民共和国としてポルトガルからの独立を果たした。これを認めない UNITA と FNLA もとして、 独立を図るも MPLA の攻撃立ち際となり、アンゴラ人民民主共和国を支援する南アフリカの侵攻も激戦の末阻止された。UNITA と FNLA は独立戦争期から友好関係にあった中国やザンビアに加え、当時ソ連と敵対していたアメリカ合衆国やフランス、ベルギーなどの西側陣営、イスラエル、ザイ,イール、 サウジアラビアやモロッコなどと呼ばれるアジアアフリカの反共諸国、さらにはアパルトヘイト時代の南アフリカ共和国からの支援を受け、共通の敵 MPLA 政府打倒のための軍事闘争を行い、国土北部を拠点とする UNITA と南部を拠点とする FNLA はアンゴラドを内戦状態に陥らせ、一時はサビンビと個人的に進行もあった。 南アフリカのピーター・ウィレム・ボータ政権に援護された UNITA の最大勢力範囲は国土の約半分を占めるほどとな。1985年に UNITA の本拠地でと呼ばれるソビエト帝国主義の打倒を掲げた国際組織の設立会議をサビンビが主催した際はニカラグアのコントラ指導者アフガニスタンのムジャヒディン代表アブドゥラヒム・ワルダク アメリカ海兵隊のオリバーノース中佐などが参加し、会場は南アフリカ軍が警備していた。冷戦が終結に向かった1980年代後半になると政府、反政府勢力ともに米ソの後ろ盾を失い代理戦争であった内戦も、停滞。ソ連崩壊後の1992年に、停戦協定、ルサカワ兵協定を結び、総選挙への参加を受諾した。 停戦後の1992年に議長のジョナス・サビンビが大統領選に出馬するも落選。選挙は政府側の不正によるものとして温存していた勢力を再結成した。これに対し1993年に国際連合安全保障理事会は UNITA に対する禁輸を決定。反発した UNITA は翌年武装闘争を再開した。 冷戦が終結し、内戦の争点が、イデオロギーの対立ではなく、単なるアンゴラ国内の問題となったことから、アメリカ、ロシア等の介入はなくなった。このため1990年代の活動資金は、ダイヤモンド鉱山からの収益を元手に行われていた、紛争ダイヤモンド。数万人にも及ぶ労働者を酷使して採掘し、ダイヤモンド商社であるレビアス社に大量に卸ろした。 デビアス社は市場の暴落を防ぐため需要量以上の買い取りを行ったという。1998年にアンゴラ内戦の悪循環を断つため国際連合安全保障理事会はアンゴラとのダイヤモンド取引の全面禁止を決定。資金源が断たれたことにより以後軍事面で急速に劣勢に立たされ隣国のナミビア国境付近に追いやられる状況になった。 2000年までダイヤモンド輸出は密輸という形で続けられていたが、デビアス社が改めて買い上げ禁止をコメント。これ以降、密輸も難しい情勢となった。アンゴラ政府軍の構成もあり、UNITA はダイヤモンド鉱山を放棄した。アンゴラ政府軍が南隣のナミビア側の領海を得て、ナミビア軍基地を利用した攻撃を開始した。2002年1月に、 アンゴラ政府がかつての敵国であり、UNITA の元スポンサーだったアメリカ合衆国と和解した。沿線ムードが漂う中、同年2月22日に議長のサビンビが数日後に副議長が相次ぎ戦死。民間軍事会社による事実上の暗殺と目されている。後継者は和平を選択し、武装解除が進められた。同年4月にドスサントス大統領、 アフリカ諸国代表、アメリカ、ロシア、ポルトガルの特使が参列し、和平式典が開催され、和平が達成された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。